はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオではですね、このビデオでは、カフートの、カフートがシェアできない、ということがよくあるので、それをどうやってシェアするか、それをですね、ご紹介しますね。まず、ここでは、このみんなの日本語で、敬語っていうのを開いてみます。これが私の画面ですね。で、このまま、で、まず最初に、これがプライベートになっているか、それともシェアできるかを確認しなければいけません。そのためには、このか、ここに鉛筆のマークがありますから、カフートを編集に行きます。はい。それで、一番上のですね、この設定の、ボタンを押します。で、ここが、一般的に英語だとジェネラルだったかな、ちょっとわかりませんけど、右側になっていればシェアすることができます。この左側は非公開、プライベートです。この時はシェアすることができません。なので、シェアすることがある時は、右側の、一般を選んでください。それで、終了しますね。はい。で、保存しましょう。はい。で、それでもここでも他の人と共有するっていうのをすることができますけど、この場合はここから、これですね、これをコピーすればいいです。この青いところがコピーですから、コピーしましたっていうふうにここだと書いてあるんですね。はい。もう一つ、編集の画面から、コピーすることもできますね。ちょっと待ってね。じゃあいいや、編集っていうかね、ごめんなさい。終了でいいや。はい。もう一度さっきのこの、ここから、シェアするリンクを、共有することができますね。その場合は、ここに鉛筆のマークがあって、星のマークがあって、そして、こういうね、ちょっと邪魔ですね、私の顔がね。はい。鉛筆のマークの星があって、そして3つの点があります。これを開いて、カフートを共有するですね。はい。そして、さっきと同じように、これをコピーする。この青いところですね。はい。で、これがコピーしましたになっていますので、で、このコピーしたものを Google Classroom とか、WhatsApp とか、Slack とかですね。そういうところにペーストすれば、学生さんに共有することができます。はい。はい。それでは、私からは以上ですね。失礼します。あれ？こっちか。はい。